1882年バッファロー・バイソンズは、1879年から1885年にかけて、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローを本拠地として、メジャーリーグベースボールのナショナルリーグに加盟していた、プロ野球球団。1877年に、プロ野球球団として創設され、当初は独立系のチームとして活動していた。1878年に、 当時のプロ野球リーグであったインターナショナルアソシエーションに参加した後、1879年にナショナルリーグに参加した。当初のロースターはわずか12人だったが、後にアメリカ野球殿堂入りしたパッドガルビンが主力投手として在籍していた。ガルビンはこの年66試合に登板して37勝を挙げ、チームは加盟1年目でリーグ3位の成績を収めた。 1880年は、加入選手の数を増やしたが逆に、チームの成績は低迷した。この中には後に投手として、シーズン59勝の記録を作った、チャールズ・ラドボーンもいたが、当時野手だった。ラドボーンはわずか6試合出場しただけで、放出されてしまった。なお、同年8月20日には、ガルビンが、ブースタール・ビーレックスを相手に無安打試合を、達成した。この年は、 成績不振から財政が不安定だったが、チームは新たに資本を注入され破綻を免れた。1881年、バイソンズは、監督兼任選手として、ジム・オルークを招聘、ダン・ブローザース、デビー・ホース、ディーコン・ホワイトラを加入させるなど、大きな補強を行った。ブローザースはこの年、リーグ最多の8本の本塁打を放つなど期待に応え、 チームもこの年と翌年に再びリーグ3位まで躍進した。なお1882年にはブローザースがリーグ首位打者となり、またこの年ボストンレッドキャップスから加入したカリーフォリーが5月25日の試合で満塁本塁打を含むメジャーリーグ史上初のサイクル安打を達成した。ガルビンは続く1883年と1884年の2年。 続けて46勝を挙げるという記録を作り、また、打の中心だったブローザースは1883年に2年連続の首位打者となるなど、チームを牽引した。チームはより多くの観客を動員するために、新しい球場、オリンピックパークの建設に着手、1884年から本拠地とししたが、選手の高い年俸の負担は依然として重かった。 監督を兼任していたオルークは、1884年を最後にチームを離れ、ニューヨークゴッサムズに移っていった。1885年、球団は、この年調子の上がらなかったガルビンをシーズン途中でピッツバーグパイレーツに放出。しかし、これを境に、チームの投手力は一気に弱体化し、この年の勝率は3割台と低迷した。経営的に行き詰まったバイソンズは、 この年の9月に主力選手をデトロイトウルバリンズに放出し、ナショナルリーグから脱退した。ナショナルリーグでの最後の試合の観客はわずか12人だった。翌1886年、バイソンズはマイナーリーグのインターナショナルリーグに参加。なおこの年、バイソンズには後にアメリカ野球殿堂入りしたアフリカ系アメリカ人選手、フランク・グラントが加入し、1888年まで、 プレイした。1969年、バイソンズはこの年よりナショナルリーグに参加した、モントリオールエクスポスの参加となり、エクスポスの移行で1970年シーズンから、カナダのマニトバ州ウィニペグに本拠地を移して、ウィニペグウィップスとなった。これは、マイナーリーグの中でもウィニペグに近いアメリカ中西部を範囲とするアメリカンアソシエーションへの移籍を前提としたもので、 あったが、成績の低迷やコストの大幅増加。さらに、アメリカンアソシエーションへの移籍が失敗したこともあって、1972年からバージニア州ハンプトンに移転した。チームはペニンシュラウィップスと名前を改めたが、2シーズンの間プレイしたのみで解散した。バッファロー・バイソンズの名は、その後1985年からバッファローを拠点としているマイナーリーグチームに引き継がれている。 また、1890年の1シーズンのみ、同盟のチームがメジャーリーグでプレーしていた。ありがとうございます。